渋柿って実は甘柿よりも糖度高いんよこれ、うん、それが渋が邪魔して味がわからない。そうね、皮ごといってね。あ、皮ごといくんこれ。そう、もう熟柿のもう一個のこれ特徴、皮いげのよ。うん、すごい甘いねこれ。アイスクリームじゃない？アイスクリーム、もうこれだけでアイスクリームになるよ、ね、柿のアイスクリームやね。そう、どうも、こんにちは。ここです。スーパーフルーツティーチャーのなおです。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ、今回はですね、はい、柿は柿なんですけども、はい、まあ、2種類ありまして、こっちが今日の本命です。こちら冷凍柿でございます、はい。まあ、冷凍柿って何なのっていうところなんですけどもまあ単純に柿冷凍しただけなんですよねそれ言うたら元の声だけなんだけど、ね、まあ、冷凍した柿っていうのもなんで冷凍してるかってところが大事なんよね。その辺の話をちょっと直先生にしてもらおうと思っておりますいきなりただ冷凍しただけだけどねって言われたら、なんか冷凍柿っていうなんかそういうのがあるんかなって思われても困るなと。ただ単に凍らせただけ、はい、ただ単に、はい、冷凍庫に入れただけの柿ですね、はいはい。これはですね、多分ね、皆さん困ったことあると思うんですよ。柿って熟すじゃないですか。熟しますね。例えば田舎からもらったとか、大量にもらって、まあ、食べても食べても追いつかんくて知らんうちにも熟してしまったパターンだったりとか、あとはスーパーでお勤め品とか見切り品で、うん、もう熟柿がもう投げ売りされてるようなシーンってよく見かけるやんか。で、好きな人はもうあれはもう大好物なんよ。柿は本当に分かれる。硬いのが好きな人と、うん、柔らかいのが好きな人と分かれる、ね、あの食感が嫌っていう人もおるし、うん、柔らかい人は、うん、で硬いのがもう嫌っていう人もいてはるし、うん、いいね、そう。でも柔らかいの好きな人は得してると思う、うん、まあ、そうね、あのやっぱ安くで美味しいもの食べれるし、うん、っていうところで今回はその柔柿の魅力をちょっとお話したいの、ね、柔らかい柿ね。そう、柔らかい熟し柿、うん、で今までこの硬い柿、四角い柿で硬い柿しか食べたことないっていう人は損してる、うんうん、はい。この四角い柿は渋柿なの。はいはいはい、渋柿を渋抜きして出てきてる柿なんやけども、うん、これを硬いうちにしか食べたことがないよっていう人はもう渋柿のこと分かってないと言わざるを得ないなと。これは何だ、今日は渋柿限定の話な。うん、違う、甘柿も使えるよ、ね、うん、そうそう、熟した柿やからどっちも使える、うん、でも特に渋柿でこれがおすすめない、うんうん、はい、っていうのは渋柿って実は甘柿よりも糖度高いんよこれ、うん、だそれが渋が邪魔して味がわからない。そうね、うん、でそれを渋を抜いて出してきたのがこれですよなんやけども、これが熟すともうさらに糖度が上がる、うん、その状態で食べようっていうのがこれです、はい。ただ、まあ、熟で食べにくいし、うん、もうどんどん鮮度悪くなっていくから、さあどうしようか、うん、そのいい状態で食べるのを長く食べるのでどうしようかっていうので今回お勧めするのがこの冷凍柿というわけです、はい。まあ、ちょっと手元取りますわ、はい。ちょっと取ろうと思ったら今、あ、触ってもた？そう、直先生が触ってちょっと手冷凍が手でちょっと溶けてしまってるんですよ。これさっきまで綺麗な冷凍だったんですけど、これが冷凍こっちを取ってるじゃん、こっちを。そうですね、いや、こっちもあったか冷凍は、はい、ほんまにこれただ凍らしただけなんですよね。凍らしただけで、これ結構ねカチカチなんですよ。でこれちょっとうちの業務用の冷凍庫で凍らしたんで家庭では多分ここまでいかへんと思う、はい。まあそんな感じですね、はい、うん。まあおすすめの食べ方は、うん、まあ、ただこれを半解凍して食べると、うん、まあそうです、まあ、だからほんまに柔らかくなったやつをそうです、冷凍庫に入れて、うん、それをちょっと食べようかというところです、ね、はい、そうですね、うん。まあ、大量に熟すからね、それをいくら熟柿が好き、熟した柿が好き言うてもこれ限度があるよね、一気に食べるね、うん、でこれをすれば日持ちするんで、まあ、平気で1ヶ月2ヶ月持つんで、あのちゃんと乾燥しないようにしてもらえればね。これでどうやってしてんの？ジップロックかなんかに入れて冷凍してんの？してます、うん、そういうことで今日はこれちょっと急ぎで冷凍したんで、もう裸で冷凍してからジップロック入れたけれども、うんうんうん、家でやるんだったら乾燥しないようにちゃんとジップロック入れてから冷凍がおすすめです、はい。まあ、もう平気で1、2ヶ月持ちます。はい、はい、終わりました、はい。じゃあ早速ちょっと味見してみましょうか、うん、はい、はい。ただの冷凍柿をただ切っただけです、うん、やっぱね多少やっぱり冷凍してた分、うん、形保ってるんですよね、これ。そうなんですよ。でもこれ多分解凍が完全に溶けてしまうとまたズクズクになるっていうような柿です。そうです。まあ美味しそうですよね、はい。でこの冷凍柿のいいところは切れるんですよ。うん、そうですね、うん、熟柿は切れないでしょ。もう切ったらぐちゃってなっちゃうじゃないですか。これは半解凍で切ると綺麗に切れるんで、それがねちょっとおすすめのポイントですね。じゃあ早速、はい、いただきます。皮ごといってね。
あ、皮ごといくんこれ。そう、もう熟柿のもう一個のこれ特徴、可愛げのよ。うん、おお、美味しいね。うまい。甘いわ。甘っ。よう言うてくれた。これ、これよ、熟柿の魅力。すごい甘いねこれ。うん。うん、おお、これ。アイスクリームとか食べるぐらいだったらこっちの方がいいね。いや絶対いいよ。で一玉大体今年ね柿少ないから一玉300円とか平気でしたりするんやけど、やっぱお勤め品で熟した柿になったら50円とかで投げ売りされるやんか。これでも若干皮残るね。まあちょっとね、うんうん、もしあれ気になるんやったら皮あれかも。まあ食べれんことはないけど、うん、若干残る。はい、すごい。苦手な人は皮取ってください。いいね。もう気にしない人は皮ごと言ってもらったらいいです。うん、そう、初めて食べた。あ、ほんまに。うん、これがねおすすめ。美味しいね。そう、うちのお客さんでもやっぱり熟した柿好きな人多いんよ。でうちでもやっぱりどうしても使い切れんくて、うん、あの売り切れなくて、あの投げ売りすることあるんやけども、そのお客さんに勧めたら次から買い占め始めたよね。出てたら全部買っていくみたいな。これ嫁にやってあげよう。多分好きやわこれ。本当にもうまさにアイスクリームじゃない。アイスクリーム、もうこれだけでアイスクリームになるよ、ね、柿のアイスクリームやね。そうで今回はこれもうちの業務用の冷凍庫でガチガチまで凍らしたんで、食べる前にレンジで30秒ぐらいかな、3、40秒ぐらいレンジでチンしてます。600ワットで、はい。でまあ、家庭用だったら多分そこまでガチガチにならないと思うんで、やっぱ20秒ぐらいレンジでチンして、まあ、様子見てもらって、ちょっと表面のこの霜が溶けたぐらいの感じで切ってもらったら、もうズクズクの柿でも綺麗に形を保って切れるんで、切り分けてもらって食べる。間違えてもレンジでチンしすぎて切られんぐでまたズクズクに戻さないようにしてください。 そうです。そこだけ要注意です。そうです。でレンジで渋柿、この四角い渋柿の場合はレンジでチンしすぎると渋戻りっていうのを起こすことがあるの。あ、そうやね、そうやね、うん、加熱するとまた渋が戻ってきちゃうっていうことがあるんで、もうほどほどに、本当にもうちょっと溶けたなっていうぐらいまで解凍する程度に収めていただければ、もう上質なジェラートとかねが食べれると、うん、とおすすめですよ。やったね。僕も初めて食べましたけど、これはおすすめできるし、うちのスタッフで柿好きな子おるから全然すすめ食べたら多分食べるんじゃないかな。よしよしよし、これはね、よし、はいはい。まあこういう柿の食べ方があるというね、はい、なんか教えてくれてありがとうございます。ぜひ家でもやりますので皆さんもやってくださいね。はい、はい、ということで次回もよろしくお願いします。